皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました岐阜町長の鈴木でございます。今日は宮城県下の全町村長を代表してご挨拶を申し上げたいと思います。今回の選挙は日本の将来を誰に託すのか、経済をどうするか、安全保障をどうするか、大変我々国民にとっては大事な選挙ではないでしょうか。もう一つ大事なことがあります。今地方はどうするかであります。今少子高齢化で人口はどんどん減っています。今2040年問題というのがあります。2040年、今から20数年後には日本全国の市町村1800の市町村が半分が消滅するという、消滅するということは日本全国の市町村が半分ゴーストタウン化するわけであります。さあどうやって暮らしたらいいんでしょうか。本当に背筋が寒くなる思いであります。それを我々地方の行政がなんとかこれを防ぐために地方再生で頑張ってるんじゃないか。じゃあどうすればいいか。子育て支援をどうする、教育をどうする、社会保障をどうする、こういった問題を解決していただくためには地方から国にしっかりとつなぐパイプ役、そういった役割を果たしていただく政治が大事じゃないですか。それが我々は世田谷豊さんで以外ないと思っています。いかがでございましょうか。そして日本の国の発展は地方の発展にせずにはなし得ないんです。そして地方を元気にして日本を元気にする、こういうことが大事だと思っています。そういったことで今回の選挙、非常に我々地方にとっても存亡にかけた大事な選挙であるということをご理解をお願いしたい。もう一つ伺えれば世田谷豊さんの実家は陸町でございます。そういったことからもですね、よろしく私からもお願いを申し上げまして、街頭からお願いのことありがとうございます。